ブンブン、ハロー YouTube。 どうも、マサルです。今回は ASUS の新型スマートフォン、ゼンホン MAX プラス M1 にある深刻な欠点をご紹介したいと思います。その欠点とは、動画撮影時のオートフォーカスです。ゼンホン MAX プラス M1 の場合、この動画撮影時のオートフォーカスの効きが非常に悪いため、まともな動画が撮影できなくなっています。実際に見ていただくとわかりやすいと思いますので、ゼンホン MAX プラス M1 で撮影した動画をご紹介します。今画面に表示しているのがゼンホン MAX プラス M1 で撮影した動画です。よく見ていただくとわかると思いますが、オートフォーカスが定まらずに頻繁にボケてしまいます。今ご紹介している映像はワンシーンだけをピックアップしていますが、このオートフォーカスの迷いは動画撮影中ずっと発生します。実はこのオートフォーカスの問題、ゼンホン MAX プラス M1 だけでなくて、他のスマホでも発生します。例えば今自分がメイン端末として使っているグー06プラス、このスマホでも同じように発生します。その他、1万円以下の安いコンデジで動画を撮った際も同じようにこういったオートフォーカスの問題が発生します。ただ、グー06プラスの場合、8000円で買えるスマホですし、コンデジでこのようなオートフォーカスの迷いが発生するのも1万円以下の安いモデルだけです。今回ご紹介しているゼンホン MAX プラス M1 の価格は3万円します。3万円もするスマホでこのオートフォーカスの問題が出てしまうというのはかなり大きな問題です。先日開催されたモバイルワールドコングレスで ASUS から新型のフラグシップスマホゼンホン 5Z が発表されました。ゼンホン 5Z はスナップドラゴン845を搭載しながら、価格は6万円程度とかなりコストパフォーマンスの高い魅力的なスマホではあるんですが、本来スナップドラゴン845搭載モデルは10万程度するものなんですが、それを6万円で販売するということはどういうことかというと、あまり注目されることが少ない動画撮影の性能などを落としている可能性があります。スチール写真、つまり静止画の撮影がメインの方にとってゼンホンシリーズはかなりおすすめのモデルではあるんですが、YouTuber など動画撮影を中心に使われる方にとってはゼンホンシリーズ注意が必要です。今回ご紹介したようなオートフォーカスの迷いが動画撮影中に発生するかしないか、事前に口コミなどで調査した上で購入する必要があります。最後に誤解のないように言っておきますが、今回ご紹介したゼンホン MAX プラス M1 ですが、実は評価も高く人気の商品でもあります。動画撮影をしないという方にとっては写真もそこそこ綺麗に撮れますし、最近流行りの縦長ディスプレイを搭載している上、バッテリーも長持ちして、価格は3万円程度と手頃な価格になっているので、絶対に動画撮影をしないという方にとってはとてもお勧めできる端末です。なお、この動画の概要欄に今回ご紹介したゼンホン MAX プラス M1 販売店のリンクを貼っておきます。詳細なスペックや実際に購入された方々の口コミが知りたいという方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。